なぜ無惨はあえて大正時代まで待ってからかまど家を襲撃したのか。かまど家襲撃の前日、当日の真相を紐解いていく柱稽古編、オープニング、エンディングを徹底考察。第177回鬼滅大学開幕、シックアックです。では早速、柱稽古編のエンディングはまるで無惨のことを歌っているよう。しかし無惨が不気味に雪山を歩いているシーン、ここでふと気になったの。無惨が雪の日にかまど家を襲撃したのには何か意味があるのか、そしてそもそもなんで大正時代まで待っていたのかというの。因縁があったのは耳飾りの剣士の時代、つまり戦国時代です。約200年以上も待ってから今さらかまど家を襲撃している、不可解なことが多い。そこで改めてかまど家襲撃の前日、当日に起きたことを調べ直してみました。まず襲撃の前日、つまり第1話の冒頭、炭治郎は正月には弟や妹に腹いっぱい食べさせてやりたいと言っています。ということはこの話は年末12月頃の話だと思いました。ただこれだとまだあやふやなので、さらに日付を絞れないか考えていくと、母親のキエさんの言葉、雪が降って危ないから行かなくていいんだよ、この発言から察するに炭治郎は危険な日なのにもかかわらず無理に行こうとしている。とすると正月はもう明日に迫っているのではないか。出なければ1日2日雪が止むのを待ってから行けばいい。それをしないということは、炭治郎が出発したのは12月31日大晦日だったのではないか。つまり大晦日の日中に出発した炭治郎は三郎おじいさんの家に泊まり、翌日1月1日の朝に帰ってきた。ただし炭治郎としては本当は正月は一緒に過ごしたかったのかなと思いますが、これは炭治郎の優しさ。町に出ては弟たちにお土産を頼まれているのに、目の前にいる人を救ってしまい、気づいたらお土産を買えずに夜になってしまう。またこの三郎おじいさんの時も一人でとても寂しそうにしている。放っておけないと炭治郎はいつだって家族を大切に思いながら、目の前で困ってる人を助けずにはいられない。そしてかまど家の襲撃は12月31日の日没から1月1日の夜明け、この間に起きたことになります。本当にこの日付だとすると実はとんでもない因縁を持ちます。かまど家は代々この12月31日の日没から1月1日の夜明けには日の神神楽を踊っていました。くしくもかまど家襲撃は本当なら日の神神楽を踊っていた時間に発生したのではないか。これを偶然で片付けてよいのか、これには理由があります。ここからは無惨側の話になります。無惨は耳飾りの剣士やかまど家に戦国時代から因縁がある。そして耳飾りの剣士は当然ですが大正時代には生きていない。しかしかまど家は代々生きている。ただこれだけなら一般人、無惨にとって厄介なのかまど家は代々あの耳飾りの剣士の動きを真似ている。それは踊りになったとはいえ、無惨ほどの強者から見れば火の呼吸の動きになっていることくらいはわかると思います。となるとまさかかまど家にもあの耳飾りの剣士のような力があるのでは。その力を代々受け継いでいる無惨からするととにかく不気味な一族になります。しかし一方であの動きには因縁がある。故に1話で無惨が実際にそうしたように自分でここは決着をつけたい。とすると無惨の行動はかまど家を襲撃する機会を待つこと、そのためにはあの周辺を鬼に探らせる必要があった。つまりかまど家周辺は監視されていたのではないか。故に地元に住んでいる三郎おじいさんは鬼の存在を知っている。これはもしかしたらかまど家周辺を偵察している鬼を見てしまったからではないか。ちなみに炭治郎のおばあちゃんも鬼について炭治郎に教えてくれているシーンがあります。ともあれ監視を続けていくと、かまど家は毎年12月31日の日没から1月1日の夜明けまであの剣士の動きをしている、踊っている。故にこの日はその年で一番無惨が気になる一日となる。しかし炭治郎が出発した第一話は誰も踊っていないではないか。とするとあの力は途絶えたのではないか。200年以上待って初めての出来事、相手に変化劣化があった。ならば今日こそが
因縁を自ら断ち切る最大の好機である。そう感じて無惨は襲撃を決行した。しかし二つの疑問。一つ目は、炭治郎がいつ死んだかは明かされていない。故に第一話の何年も前に死んでるのではないか。となると日の神神楽はすでに2年以上行われていない。こうなれば何年か飛ばしてこの第1話の年を選んだ理由がわからない。これについては炭治郎が死んだのは意外にも第1話の割と直前だと思います。というのもネタバレに配慮しながら話しますが、原作にはもう一度炭治郎が回想で登場します。その時点で子供がすでに6人います。さらに印象の問題にはなりますが、この回想の炭治郎は1話の炭治郎の描き方とさほど変わらないように思います。加えて1話の禰豆子の言葉、お父さんが死んで寂しいんだよね、これって何年も前にすでに死んだ人に対する言葉なのかは少し疑問が残るように思いました。むしろ割と炭治郎が最近亡くなったからこそ出てきた言葉なのでは。そして極めつけは、仮に第1話の何年も前に炭治郎が亡くなっていたのなら、炭治郎はその間に日の神神楽の練習をしていたはず。でなければ日の神神楽を継ぐという父の思いを何年も無視してたことになる。しかし一方で1話が12月31日なのに、なぜ炭治郎は日の神神楽を踊っていないのか。これが示すのは炭治郎が第1話に近い日にちに亡くなったのではないか。故に炭治郎は今年日の神神楽をいきなり踊ることはできなかった。時間がなさすぎた。故に来年から日の神神楽を継ごうとその形を取らざるを得なかった。こんな流れを想像します。つまり日の神神楽が途絶えたのは戦国時代から大正時代まで第1話1日だけ。こうなったのは炭治郎が1話の直前に亡くなってしまったから継げなかった。こんな風に考えました。そして2つ目の疑問、今まで1年ぐらい休んだ年があったのではないか。そんな年があったらその時点でこの変化劣化を狙って無惨は狙っていたのではないか。これについては今までは何が何でも継承していくために踊っていたんじゃないかなと思います。というのもかまど家が今年はいいかなって日の神神楽をサボってしまうと言いますか、ちょっとそういうのは想像がしづらいというか、炭治郎のように早くして亡くなってしまった、こういったことがなければ毎年踊り続けていたのかと思います。しっかり繋いできたからこそ大正時代の炭治郎があれだけ完璧に踊れたのかなと個人的にはそう思いました。しかし炭治郎の代で初めて継承がスムーズにいかず1年だけ隙間ができた日の神神楽が唯一踊れなかった日、この隙を無惨に突かれたのではないか。それが第1話だった。そう考えると日の神神楽はまさに太陽のよう鬼を退ける舞であった。そして今は日の神神楽はかまど家だけでなく火の呼吸となり全ての人間を守ろうとしている。まとめると、第1話は大晦日、日の神神楽を踊るのも大晦日、日の神神楽が戦国時代から1年だけ途絶えたのが第1話、その隙を無惨に突かれた。エンディングで無惨が雪山を歩く場面から僕が想像したのはこんな話になります。まあ、ちょっと苦しいところもあったかもしれないですけど、この辺考えるのが楽しいところですね。そしてエンディングは無惨のテーマみたいでかっこいいですね。逆にオープニングは親方様や鬼殺隊がテーマのようです。そしてオープニングにも感じたことがあって、これ僕だけかもしれないんですけど、親方様の場面、たくさんの子供に囲まれて親方様は本当に子供たちのことを愛していそう、ここまでは多くの人が抱く感情かと思うんですが、一つだけずっと気になっているその言葉を思い出してしまいました。それは初登場の時の言葉、最終選別で5人が生き残ったことを知り発した言葉、また私の子供たちが増えた。これは意地悪な見方ではあるんですが、逆に言えばサビトやマコモなど最終選別で死んだ子供は自分の子供ではない、関係ないということなのか。だとしたら親方様らしくない、ちょっと冷たい一言に感じる。しかしこれは僕が浅かったです。サビトやマコモはあくまで育ての子、鱗滝さんの子、親方様としては自分が彼らを子供と呼び出しゃばってはいけないなと思っていたのではないか。
あくまで入隊したら自分の管理下になるので子供と呼びますが、それまでは父親のように振る舞ってはいけない。なぜならサビトやマコモを育てたのは鱗滝さんなんだから。親方様はまだ何の任務も与えていないですし、ほぼ関わりがないわけですから。故に子供たちと呼んで父親のように振る舞うようなことはしない。これは親方様の配慮なのだと、そんな風に勝手に解釈しました。またオープニングではこれも質問多かったのですが、禰豆子の後ろに死、つまり4の文字があります。これは原作見てない人の質問なのかなと思うんですが、この件についてはアニメの続きを見ていけばはっきりするかと思うんですが、原作を読んでもアニメの続きを見てもなんでここハンティングなんだろうと、そう思う方もいるかもしれないので、ここからはアニメ派の人はネタバレ注意で考察をしていきます。大丈夫でしょうか。この上弦の死はハンティングではなく泣き目の目ですね。泣き目は空いた上弦の死、ここに新たに加わります。彼女は監視する能力を手に入れました。つまり泣き目は禰豆子を探しています。聞いては鬼は禰豆子を狙っているぞという暗示だと思います。さてオープニングエンディングを見て僕が感じたことは以上となりますが、自分で振り返ってみても柱稽古編のオープニングエンディングを見て出てきた感想としては随分飛躍したなと、ちょっと皆さんが想像していた動画と違う形になっているような気がしているんですが、でも個人的な話の内容自体は聞いてもらいたいなと思ったことなので、このまま動画にしようと思います。ここまで聞いてくれて本当にありがとうございます。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。